どうも、キスケです。本日はゴジータパーティー使っていこうかなと思うんですけど、この中に仲間外れがいます。誰でしょう一人だけいます。仲間外れがこいつですね。はい、こいつがもうとにかく弱い今の環境。その他のゴジータのキャラクターたちは、全開覚醒したり であったりとか、年末に追加されて評価が今爆上がりしてるキャラクターであったりとか、3周年で追加されたばかりのキャラクターで、エクストリームながらに、バニシング回復であったりとか、結構環境で見るような、キャラクターだったんですけど、この緑のゴジータだけはほんまに実装されてすぐ消えたね。その理由が、そのこのゴジータが実装されたすぐ後ぐらいにケフラが実装されたんですよね。で、合体戦士の緑枠はもうケフラに決定やなっていうことで、廃れるのもすごく早かったというキャラクターなんですよ。だからちょっとこいつ使っていこうかなと思ってゴジータ4使わずに緑こいつ使います。はい、特殊アーツで行動不能とか、持ってはいるんですが、どうなのかな、厳しいと思うんだよな正直で、一応ね、必殺ドロー、気力50回復であったりとか、その辺は持ってはいるんですが、って感じかな。はい。ですね。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP、回っていきましょう。はい、マッチングしました。合体戦士パーティーですね。対戦やっていきましょう。さあ、この中に仲間外れがいます。一体誰なんでしょうか。出していこうか。マジでかわいそうやね、このスーパーゴジータ。かっこいいねんけどな。勝利画面とかめちゃんこかっこよくない？マジで。見下す感じ。ただで、必殺アーツもさ、カメハメハやけど、かっこいいやん。特殊アーツもかっこいいし。わりかしな。前回覚醒したら化けそうっちゃ化けそうやけど、結局なんか、ゴジータ4の前回アビリティ枠みたいな感じで使われそうやからさ、かわいそうっちゃかわいそうだね。シューンで相手ブロッカーでしょ最近盾持ち増えすぎなんだよなマジで。だから行動不能もさ、あんまり最近強くないというか、最近のキャラで言うと三神龍とか。ナイス。だから悪の系譜の、テレキネシスとか刺さらない敵には刺さんないんだよなマジで。あーやべ、かっけー。攻撃を受けてみせろゴジータ、頑張れ。お前がナンバーワンだ。この型にあるモコモコ、俺結構オレンジの方が好きなんだよな、ゴジータに関しては。必殺は、うわマジかよ、噛み合っていく、噛み合っていく。これ特殊カプチェン無効なんだよな。耐えろ。あー無理でしたさよならさいなりー。くっそくだらんわ。何がしたかったんだ君は。メインで必殺も呼んでこず何がしたいんだ君は。落ちるよねさすがに。ナイス。さあ、ライジング使わず1体落とせたんで、これでイーブンでしょう。
ただこれ先にライジングラッシュ打てそうなんで有利でしょう。はい、最近マジで打撃発選んでないわ。学習した、成長したんだよ僕もね。オッケー。いやー、これ青色残しとけば多分いけそうなんやけど、どうなんかな。さすがに救急カーツとかはキャラチェンしようかなとは思ってるけど、はい、まあ、ライジング打ってくるなら構わない。さあ、いい勝負にしよう。マジか、意外と入るな。まあでもまだね、覚醒50は回復あるから大丈夫。絶望、もううぜえ、マジで持っとんな。結構入りそうやねんけど、もうマジで邪悪臭いの。あ、だるい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 。分かった分かった、強い強い。はい、これが強化必殺だ。このじわじわ削れていく感じマジで好き。必殺技引いた、これありがたくね。はい、即打っちゃおう。はい、すっあぶねえ対戦ありがとうございました。はい、マッチングしました。今月サイジンパーティー対戦やっていきましょう。いやー、さすがに緑出てきそうやなこれ。俺完成させてないし使ったことないのよ、あのエクストリームの全開覚醒ご飯。強いんかな、どんぐらい強いんやろ。やっぱ出てくるか。まあ相手的には赤色を主軸に戦いたいでしょうから、まあ、緑出すのは当然ちゃ当然ではあるけど。強いのか、どういう能力あるんだ君は。あー、ダメ。あー、強い強いです。いや、ゴジータが弱いのかゴジータが弱いのか、強いな。うわー、うまい。ベア、うまい。まずいよ、流れ確実に取られてるよ。せめてゴジータでさ必殺技打ちたいよ。はい、射撃アーツ、これよ、これかっけー、マジでむちゃくちゃかっけー。特殊アーツ狙ってみる。あー、ナイス、いてていってめちゃんこぶ痛い、痛かったわ。一応ゴジータに関してはその火力重視のフラグメントはつけてるんですけど、ああ、危な。いやー、ナイス、美味しい。ただこれライジングラッシュ意味ないよな。変身、マジそっちで受けていくの。最悪さよならまあ特殊アーツも必殺アーツも見せれたし十分でしょう。おう、まだまだ俺は戦いたいんだと。マジ
帰れ。消えてなくなれ。完全に消え去ってしまえ。セル。ドラゴンボールカカロットのアップデート来るらしいね。未来編、未来編っていうか、まあまあ未来編か。アップデート来るらしい。めちゃくちゃやりたいけど、俺カカロットクリアしてないんだよな途中で放置してる。え？なんだ今の。回避じゃなくて通常打撃出ちゃった。マジ？ライジング。あざす。はい、マッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。だんだん心惹かれてが、なんか23日ぐらいまでらしくてさ、そのあたりぐらいからあれなのかな、3周年後半のアナウンスが始まったりすんのかな。どうなんやろ。また新しい違う曲流れんのかな。俺あれ聞きたいよ。ドンチューシー、ドンチューシー、ルル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 。あれ聞きたい。なんかさ、そのレジェンズの公式サイトでそのまだ出てない情報があるらしいんよね。3周年情報9やったかな、カミングスーンみたいな感じになってるからさ、それがすごい楽しみだ。それつまり3周年後半まだ何かあるよっていうことだと思うんで、いや楽しみやね。うん、いったれ。動きを止める。弱くね火力 100% 上げて、それナイス。ようやっとる。あれ最悪。あーよかった。はい、ナイス。ライジング行こうか。不死身キャラいいやし。火力上げに上げて、それか。てれれれれれれれ。ベジータのグミ打ちとはわけが違うわ。何流れるんやろかな。また GT の歌になるのかな。うわー、まあいっかまあいっか、こいつやし。逆にありがとう、こいつに言ってくれて。勝利画面見たかったけどな。まあなんか画像で添付しとくわ。めちゃくちゃかっこいいんだよな。ナイス。まあさすがに皮は剥がれるでしょう。うん、いやー不利属性向こう強いよな。これ有利属性やったらもっと余裕やったんやけどね。よし、
まあこれはあえてバニシングなかったんでね。はい、ナイス。ただ落としきれない。あ、いけるか。間違えたな、あばよ。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は、スーパーゴジータ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。弱いね弱い。なんか最近盾持ちのキャラクター結構増えてきたから、なんか行動不能もあまり刺さらないし、ただまあ必殺アーツの火力はぼちぼちあったんじゃないかなとは思うんで、いやでもまあ合体戦士パーティーに採用するのはなかなか、現状は厳しいんじゃないかなと思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。生放送ミルタムの方でやってるんで、概要欄のリンクからフォローお願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。